バスタジオ大分キャプテン丹生和弘です。今日は、新加入選手の白方選手と斉藤選手を紹介していきたいと思います。白方選手来ていただきました。自己紹介よろしくお願いします。背番号14番の白方秀和です。よろしくお願いします。名古屋に行って、プレイヤーとして、成長したところはどこと思うかな。相手の選手との駆け引きだったり、ちょっと動きの動き方だったり、そういう、ボール持ってるところじゃない部分も上手い選手が多かったし、そういうのは一緒に練習して勉強になったし、今になってちょっと生きてるかなっていうちょっと思います。そうですか。実家帰った時はどうでした。久しぶりに。いや、親がちょっと優しくなってましたね。皆様へ一言お願いします。まずは大分帰ってきました。ただいま。あ、終わり。あと背番号が前行った時7番だったんですけど14番になったんで、14番の白方秀和をよろしくお願いします。続いては斉藤選手に来ていただきました。まずは自己紹介をよろしくお願いします。前期は白井川大阪にいて、今期からバスジー大分に入団した、斉藤秀人です。F リーグでは一番身長が高いです。じゃあホーム開幕戦でのゴール決めた時は、もう森村選手とは自分が決めたゴールの形はずっと話してたんで、それが実現できて、一つその話し合ったことができたので。大分来て、休みの日など何していますか。まだ、来てちょっとしか経ってないんですけど、休みの日はさっき話してた、森村選手と買い物に行ったり。好きな大分の場所は。でも全然まだ行ってないんですけど、一番、綺麗だなと思ったのは、その森村選手とドライブ行った時に夜景行ったな。夜景ってか男2人で夜景行ったな。道通る時になんか案内してあげるって言われて、で一番最初に連れてってくれたのが夜景でした。森村選手ありがとうございます。じゃあ最後に、バンバンバサジをご覧の皆さんに一言よろしくお願いします。これからも、ホーム戦盛り上げていくので、バサジ大分が一歩一歩優勝に近づくのをみんなで応援してください。お願いします。スーパースポーツゼビオ F リーグ2015-2016 第3節デイソン神戸とのアウェー戦の結果です。バサジー大分今季初のアウェー戦は勝ち点1を得る結果となりました。現在の順位はご覧の通りです。そして本日別府ビーコンプラザでバルドラール浦安とのホーム戦、ぜひ見に来てください。